東京家政学院大学児童学科新海芳美です。保育士資格の取得方法についてお話しします。保育士の資格を取るためには厚生労働省が指定する保育士養成施設、いわゆる養成校に入学して、資格に必要な指定科目を履修して単位を習得することによって卒業と同時に資格を得る方法、もう一つは保育士試験というものを受験して合格することで資格を得る方法があります。保育士試験には8教科9科目の筆記試験、それから言語音楽造形の実技試験のうち2つを選ぶ実技試験があります。ともに60点以上、50点満点の場合は30点以上を取ることで資格を取ることができます。さて、養成校で資格を取る場合の話をここからしたいと思います。資格に必要な指定科目というのはどの養成校も共通しています。短大や専門学校でも取れるということで、2年間で習得することもできます。では次に見ていただきたいのは、その共通するもの以外のプラスアルファの学びはどうかという点ですね。なぜなら現在保育士に求められているのは保育所の保育だけでなく、認定こども園での保育のあり方、幼稚園や小学校との連携のあり方、保護者支援や子育て支援、障害のある子どもや児童虐待への対応、児童福祉施設で働く保育士の課題、保育の質の全体の向上といったようなさまざまな課題に対応できる専門性が求められています。そこでそれぞれの大学が持っているカリキュラムの独自性を ぜひチェックしてください。本学であれば小学校や特別支援学校の課程を持っていることの強み、それから子育て支援グループや森の幼稚園などの活動、それ以外にもどんな特色があるか、より自分を高められる大学はどこかという視点でね、チェックしていただいて、最終的にはオープンキャンパスでとことんチェックしてください。ぜひ本学にもいらしてください。質問答えます。待ってます。